よろしくお願いします。本日、安静がもたらす入院患者への影響について、私、八坂大輔が講義をさせていただきます。よろしくお願いします。簡単にですね、自己紹介をさせていただきたいと思います。名前は八坂大輔と申します。所属はですね、医学系研究科の健康科学看護学専攻というところで、現在、博士課程1年生で大学院生をしております。バックグラウンドはですね、前職が看護師です。まあ、なかなかまだ男性看護師のは珍しいと思いますが、まあ、病院で看護師をしていました。そして、専門はですね、その中でも重症な患者さんの看護というものにずっと従事してまいりまして、現在の研究テーマも、まあ、特に重症な患者さん、入院患者さんの入院後、早期からのリハビリテーションというアプローチに興味を持って研究をしています。本日お話しする安静がもたらす入院患者さんへの影響について聞いていただいた後は、まあ、私との研究との関連についてもですね、まあ、少しご理解いただけるんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。はい。それではですね、本題に入りたいと思います。安静がもたらす入院患者への影響について今日はお話ししていきます。本日の講義について、目的と目標について、皆さんと共有したいと思います。まずは、本講義の目的ですけれども、皆さんには入院患者さんに対して安静がもたらす影響について理解していただくことが目的です。その上でですね、講義の中で皆さんに達成していただきたい目標としては、この講義を聞いていただいて、安静についてですね、入院患者さんにもたらす影響としてメリット、デメリットをそれぞれ上げることができるとしています。これについて目標達成のためにですね、皆さんとチャットを使って少しやっていきたいと思いますので、後ほどご説明したいと思います。それではですね、まず初めにですね、質問をさせていただきます。入院患者さんが安静にするというのはいいことなんでしょうか、それともですね、悪いことなんでしょうかというのをちょっと皆さんと考えてみたいと思います。はい、まずですね、メリットの方からいきたいんですけど、入院患者さんが安静にするとどんないいことがあるでしょうか、ということを、皆さんですね、Zoom のチャットを開いてみていただいてもいいでしょうか。はい、そしたらですね、単語で大丈夫なんで、入院するとですね、患者さんにどんないいことがあるか、ちょっとチャットで書き込める人は書き込んでいただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。すごい勢いで皆さんが書いてくださってますね。回復が早い、体を休ませることができるとか、血圧が安定する、回復が早そう、酸素の利用量が減り、心臓や肺が楽に、すごく専門的なことを書いてくださっている方もいますね。転倒などの危険がないとか、体を休ませる。ありがとうございます。すごく今日の参加者の方が協力的で大変ありがたいです。そうしましたらですね、ちょっとこの今書いていただいたことなども踏まえて例を紹介したいと思います。はい、安静がもたらすですね、入院患者さんへのメリットというのは一重にですね、体を休めて治癒力を高めるということにあります。臓器の活動をこう休めることになるので、心臓の活動を休めると、先ほど上がってましたけど、心拍数が下がるとか、血圧も落ち着くし、あと呼吸も、息がハーハー上がってるときって、休むと楽になりますよね。呼吸が楽になるっていうのもありますし、体の炎症を鎮める、熱が出たとき休んだりすると思うんですけど、そういうのもありますし、精神的なリラックス効果もあります。このようにですね、安静にすることで、著しくその患者さんの状態がですね、悪かったり、すごく不安定な時にはですね、安静っていうのはすごく効果的なんですね。はい。一方で、じゃあ、この流れだとデメリットもあるんだろうなと皆さんお思いだと思うんですけど、入院患者さんが安静にすると、どんな悪いこと、デメリットがあるでしょうか、というのを皆さんもう一度ですね、チャットを開いていただいていいでしょうか。私も今開きますね。はい、書き込んでくださってますね。すごい、認知力の低下、筋力の低下とか、血の循環が良くない。熟層ってすごく、そうですね、医学的な、専門的な用語も出てましたね。肺葉症候群、筋肉がなくなる。フレイル状態とも、最近流行ってますね、単語がね。筋力とか、その辺も関係しそうですけど、意欲が低下するとか。ありがとうございます。すごく、ほぼほぼもう、私が紹介したい正解も出始めているので、ちょっとまとめをしたいと思います。
はい、入院患者さんに生じる安静によるデメリットというのはですね、こちらのようなものがあって、まずはですね、安静によって身体活動が低下することが原因で、この矢印の先にあるようなですね、デメリットが生じることになります。例えば筋力の低下、筋肉が萎縮してしまうっていうのが、まあ、大きな問題なんですけど、これはですね、入院すると患者さんによっては1週間で 10% 以上も筋力が減少するというのも言われています。あとは、まあ、血の塊ができちゃう血栓症、脳梗塞のリスクが高まったりですね、まあ、無気肺と読むんですけど、肺が潰れちゃって呼吸機能が低下するとかですね、関節の拘縮、関節が固まっちゃうとか、まあ、先ほど褥瘡というのがあったの、床ずれって言ったりしますね。潰瘍になっちゃってですね、結構長引いたりします。でこういったことがあってですね、安静によりやはりデメリットも結構生じちゃうということが皆さん今分かっていただけたかと思います。はい、さらにですね、高齢の方にはさらに安静によるデメリットが生じやすいこう土台があります。一般的な高齢者による身体機能低下のリスク因子というのは、こちらの緑の白抜き文字で紹介しているものなんですけれども、加齢によってですね、筋力が低下したり、もともと基礎疾患、病気を持っているとか、糖尿病とかですね、持っているとか、心不全があるとか、そういうことですね。あとは、まあ、食べる量が減ってきて、栄養の摂取量も低下するし、まあ、体の、外出の機会が減ったりしてですね、身体活動量も減少します。で、これにですね、こういった高齢者の方に入院による安静が加わることで、先ほどご紹介したデメリットがですね、やはり起きるリスクというのはすごく高まるんですね。で、それが高齢者の特徴なんです。日本はですね、世界的に見ても超高齢化社会と言われてますので、まあ、こういうリスクをですね、抱えた方が非常に多いんだということを、今日の講義を踏まえて、今日の講義を聞いていただいてですね、踏まえていただければと思います。さて、少しですね、本講義の目的から離れるんですけど、安静によって生じるデメリットを予防するアプローチの一例をご紹介したいと思います。ここでですね、入院後早期からのリハビリテーションが持つ可能性について少しだけ触れます。現在ですね、皆さんにも生活面に大きな影響を与えているですね、新型コロナウイルス感染症でも重症な肺炎になる患者さんというのはたくさんいらっしゃいます。そういった方々もですね、ずっとですね、安静にしてれば良くなるかということでは決してそうではなくてですね、可能であれば入院後早い段階からですね、体を動かしてリハビリをしていくことが回復に重要なんではないかということが言われ始めています。もしですね、身近な人がですね、入院された時にはですね、こう入院後リハビリどんなことやってるのかなとか、そういったことをこう見ていくのもすごく回復に重要だと思いますので、ぜひその辺に興味を持っていただけたら嬉しいです。はい、それではですね、最後に本日の講義のまとめをしたいと思います。本講義の目的は、入院患者さんに対して安静がもたらす影響について理解していただくことでした。そして目標は、参加者の皆さんにですね、この講義を聞いていただいて、安静によってどんなメリットデメリットが生じるのかを今回チャットでですね、回答していただくことでこの目標を達成していただきました。はい、でその回答がすごくたくさんいただいたんですけれども、まあ、もう一度まとめるとですね、安静がもたらす入院患者さんのメリットというのは、体を休めて治癒力を高めることが、一言で言うとあります。で、まあ、こういったものはですね、著しく患者さんの状態が悪いときに安静というのは効果的なんですが、一方でデメリットとして、この身体活動が低下してですね、まあ、筋力だったりこう各臓器、皮膚にもですね、すごく影響が生じてしまいます。安静によりすごくさまざまなですね、デメリットが生じることも皆さん今日押さえていただければ嬉しいです。今回ご紹介したですね、安静によるメリット、デメリットっていうのはですね、まあ、主要な項目ですので、他にもですね、まあ、いろんな臓器への影響があります。こちらの下にご紹介したものは結構参考文献で、まあ、有用だと思うので、ぜひ、見ていただければと思います。それでは以上でですね、八坂の、講義を終わりたいと思います。最後まで皆さんお聞きいただいてありがとうございました。